よし。今回使用した、まあ、マイクロベイトパターンの、まあ、ルアーだったり、まあ、システムなんですけど、今回使っていたこのクリーピーミノー 2.7 っていうのは、もともとそういうそのラージオサイトに開発されたルアーではないです。もともとはあのスモールマウスのダウンショット用に開発されたワームです。で、もちろん僕も最初はこれをダウンショットでラージマウスで使っていて、まあ、ちょうどこの相模湖なんですけど、とてもよく釣っていて、まあよく釣れるワームだなぐらいに、もうちょっと思ってたぐらいなんですよ、最初は。で、ある時、ちょうどその、バスが浮いている状況があって、いろんなルアーを試して投げていたんですよ。やはり食わないと。で、魚をよく見てるとすごく小さな魚を追いかけてる。じゃあどうしようかなって考えた時に、ダウンショットで、まあ、結んであったこのクリーピーミノーの多分16分の1オンスとかだと思うんですけど、それを切って脳進化で投げてみたんです。その時はおそらく3ポンドラインをつけていて全く飛ばなかったんですけど、それでも簡単に釣れたんですよ。で、その日はもう夕方だったんで、そのスタイルでおそらく多分数匹釣って、このマイクロベイトのルアーはちょっとやばいぞと。それを気づいたのはまあ3年前なんですけど、そこから、まあいろんなスタイルを研究していって、より快適にこのルアーを使っていこう。まあシステムを作っていこう。っていうのを考え出して、たどり着いた結論がまあ今日の。まあ今現在のスタイルという形になります。このクリーピーミノーのいわゆる釣りなんですけど、僕はあのマイクロベイトパターンに即したまあルアーのスタイルって呼んでいて、実際どんな餌を食べているかっていう話なんですけど、まあ僕の場合はこのずっと胃袋の調査、ストマック調査っていうのをやっていて、この時期食べてる餌って実際すごく小さいんですよ。多分皆さんが想像しているよりもはるかに小さいものをバスは食べてます。大きいバスも結構これを食べてるんですけど、こういうイモムシだったりとか、ここに入ってるのはアメンボですね。あとはちょうどこの時期はあの生まれたてのワカサギが湧く時期なんですけど、ちょうど3センチ、まあいろんなサイズもいるんですけど、3センチ前後のワカサギを実はバスがメインベイトとしてます。いわゆる皆さんが想像されている、まあ、シャットテールワーム、小型シャットテールワームの、まあ、3インチですとか、まあ、いわゆるその、イモグラブとか、ああいうのでも、正直大きすぎるぐらいのサイズなんですよ。で、マッチザベイトっていう観点から、バスフィッシングを考えていくと、サイズ感に関しては、おそらくうちのこういうクリーピーミノが、サイズ感的にはまあベストマッチになるのかなと僕は考えていて、実際これらを食っているバスに対してクリーピーミノを投げると、いわゆる他のちょっと4インチぐらいの大きいワームと反応がもう明らかに違います。いわゆる食い慣れた餌の大きさに合わせてあげるっていうことで、こんなにもバスが釣れるのか、皆さん本当に驚くと思います。実際まあ僕が使っているこのシステムなんですけれども、まあ、簡単に説明させていただくと、ルアー自体が小さいので、いわゆるつける重りとか、針の大きさというのはかなり小さいものになってきます。そこで僕が選んでいるのは、重りに関しては、洋釣りさんのこのガン玉。いろんなサイズ使えます。だいたい下は8号、上は2号ぐらいまでを使い分ける感じですね。針に関しては、これはまあちょっと様々な理由があって、ちょっと割愛するんですけれども、ガバカツさんのナノヤマのサイズは8号。これを、まあほとんどがこれで、ク
クリーピーミノに関しては使用しています。あとは結ぶその P ラインなんですけれども、PE に関しては、今現在は、四つ編みさんのリアルデシテックスの 0.35 を、まあ、メインラインとして使用して、リーダーに関しては、ティムコで発売している LDL フローという、そのまあティペット、まあ、フライオンティペットですね、があるんですけれども、これを、使っていく感じです。太さに関しては、0.8 号から、そうですね、1号ぐらいを、まあ、メインで使用する。まあこれ以下だったりこれ以上もまあ使うことはあるんですけども、まあ P ライン、細い P ラインですか、まあ 0.35 がメインになるんですけども、それに対しては必ずリーダーをつけます。まあリーダーに関してなんですけれども、まあ問題になるのはノットだと思います。まあ皆さんいろんなノットを使われると思うんですが、自分に関しては、この釣りに関してはもうファイヤーノットというノット、もうこれ一択です。まあなぜかというところなんですけど、まず何よりも早い。で、現場で結び替える、その不安定な戦場で結び替えるときに、まあ何よりも正確に早く結べるっていうのが一番重要になってくると思うんですけども、ファイヤーノットはやはりそういうノットかなと私は考えていて、で、実際にその、こう結んだ時の、いわゆる P ラインってこう、結んだ時にこう糸が抜けてしまうようなトラブルも、まあ、ものによってはあるとは思うんですけれども、ファイアノットに関しては、もう構造上抜けっていうのはすごく少ないノットなんですね。なので、ノットの安定感っていうのは極めて高くて、やはりまあ僕はあの、ファイアノットのっていうのをすごく好きで使ってる感じです。では、あの、ファイアノットの実際の、結び方なんですが、僕がおそらく普通のファイヤーノットと違うのは、この洗濯バサミを使うというのが、まあ大きな違いです。通常ファイヤーノットってこう指で巻いていく形になるんですが、それがやはりこう、すごく風が吹いてたりすると大変なんですね。実はこれ一つあると、実はすごく快適に結びことができる。ので、まあ僕としては洗濯バサミは実は必須かなと思っています。では実際ちょっとやってみたいと思います。まず P のメインラインですね。これに洗濯バサミを挟みます。まあ、洗濯バサミも実はそのままでもいいんですが、ちょっとビニールテープ巻くと座りがいいので、僕はビニールテープを巻いています。で、次にライン。いや、リーダーですね。リーダーになるんですが、リーダーの間に、普通にこう、U字になったリーダーにこう通します。通ってるだけです。で、これを二重に、こう二重ですね。二重にして巻いていきます。そうですね。巻き回数はものによるんですけど、まあ僕は10回かなと。で、ここ10回ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。で、折り返します。この10回のその、まあ結構適当でもいいんですけど、10回巻いたところに上に乗せていく感じですね。指でちょっと押さえながら、こう、7、8、9、10と。指でこう、ちょっと押さえながらやると、こう、逆方向に進みやすいんで、まあ指で。それで、これで、10回、10回、折り返して10回。で、これを糸を外します。そして、この、外した糸を、この間輪っかに、通します。通します。そしてあと締めるんですが、締めるときは、まあ、濡らしてあげて、ちょっとずつのとこをずらしてあげて、先端まで。で、締め上げるんですが、締め上げは、まず、まあ、メインライン、まあ、リーダーを持ってメインラインを締め上げて、次にこの余り糸を締め上げる。で、ファイヤーノットの場合、折り返しがあるんで、このノットの部分をちょっとこう引っ張ってあげる。で、最後に全部引っ張ってあげる。これで、まあ抜けはしないんですが、一応念のためここにハーフヒッチを2回。ハーフヒッチ2回。2回かけて、アーマリ糸を切っていく感じです。アーマリ糸をこう。アーマリ糸を切って、
今度はこの二重になった部分ですね、これの余り糸を落とすと、まあ、ギリギリで落とす、これで完成という感じになります。でファイアーノットのいいところは意外とこうコンパクトに仕上がるので、そのガイドに当たりにくいっていうのと、そうですね、その、まあ、いわゆる皆さん強度とか気にされるんですけど、そのこれでファイアーノットをこう結びました、リーダーに対していわゆる針を結びました、で必ず針の結束から切れるんですよ。ということはファイアーノットの結束の強度ってそれ以上、まあ、結束の強度ってそれ以上必要ないんですよね。必ず針側が切れるんで、ここの強度はいわゆるそれ以上にある。ということはそれ以上の、まあ、強度は実質必要ないっていうか、まあ、切れる部分はここにはならないんで、となるとやはりファイアーノットこれ早くて、まあ、非常にいいノットなのかなと思ってます。一点重要な点としてはリーダーの長さです。これノットを組むのを皆さん嫌がってすごい長いリーダーを取ってこうリールの中までノットを巻き込んでしまうような方って、まあ実際いらっしゃると思うんですよ。実際それってすごく良くなくて、なぜかっていうとスピニングリールって糸がこう放出されるときにこう出ていってガイドに当たってだんだんと先端に行くにつれて収束されてまっすぐ出ていく、まあ、だからこそスピニングのガイドって先端に行けば行くほど小さくなるんですけど、ここまでノットを巻き込んでしまうと必ずここのガイドに当たるんですね。バチバチバチ、これすごく良くないんですよ。飛距離も落ちるし、のいわゆるそこのノットからのトラブルがすごく多発します。でバスフィッシングにおいてはリーダーの長さは僕はもう長くてもせいぜい120センチぐらい。これなんで120センチくらいかっていうと、スピニングのロットの下の一番下のガイドより上にノットがあった方が飛距離が安定するんですよ。いわゆるそのノットがあってもまっすぐ糸が抜けるからなんですけど、これを重要視するのに中まで巻き込まないというのはすごく重要な要素になってくると思います。理想なのは実は50センチとか60センチっていうのが実は長さとしては理想なんですけど、まあいろんな結び方を考えると最大幅で120センチかというふうに僕は考えています。それ以下の長さであればガイドの抜けっていうのはおそらく気にはならないと。それはまあこのシステムの問題ですけどね。はい、今回その紹介したいわゆるクリーピーミノーの釣り、まあ、ガンダマだったり針もすごく細いです。実際にこうつけた状態の重量で最大のガンダマをつけてもおそらく 1g いかないぐらいの重さしかないです。でメインで使うものに関してはガンダマも、まあ、6号っていうものを使うんですけれど、これで全体重量がもう本当に 0.5 グラムぐらいしかない。これをいわゆるその正確にキャストしてバスに食わせるっていうことを考えると、通常のいわゆるオーバーヘッドキャストですとかピッチング、これではとてもとても正確に投げられないです。そこで重要になってくるのがボーアローキャストというキャストになります。はじめ慣れない方は結構難しいキャストだと思います。普通のキャストとはちょっとこの投げる原理が違うので戸惑いもあるとは思うんですが、まずはルアーの垂らしですね。これはだいたいそのなんて言ったらいいか、このぐらい実際に持っているリールの位置から、まあ、30センチから50センチぐらい上でこうつまむ感じです。で変な位置、このリーダーを持ったりすると指に針が引っかかるので、確実に針の懐を指で押さえる、これしないと手に引っかかりますんで必ずこう持つと。キャストなんですが、まず基本ですね。基本は左手右手、まあ当然そのこういうふうに開いてますんで、ロッドは横、ルアーも横でこう引いていく。
っていうのがまあ僕は基本だと思う。応用として僕は縦があると思ってる。まずは横で構えるっていうのを覚えた方がいいです。ルアーをつまんでいただいて竿を曲げていきます。この竿の曲げ、ルアーと、まあ、右手と左手が近いと竿に負荷がかかりすぎて折れてしまうので広めに取ります。広めに取っていただいて曲げていきます。ルアーを離した後に糸を持っている指を離すというのがまあ基本動作なんですが、これって実はほんの一瞬で違うだけなので、やはりそこはちょっと慣れないと難しいかなと思います。指で持ったルアーを投げたその直後に糸を離す。こうすることによって曲がったロッドが戻る、その力を利用してルアーが放たれるという形なので、ゴー&アローキャスト基本は僕は横に引いて放つのが基本だと思う。これは何でかっていうと、まあその腕がこう両方に開いてるとか、まあいろんな理由があるんです。フォローが投げやすいというのがあるんですが、応用編で縦で引くと思う。縦のメリットは左右の方向を定めやすい。横のメリットは上下の方向を定めやすい。このメリットの違いがある。縦で話したいときは、より正確に、上下の動きが関係なく、より正確にまっすぐ打ち込みたいときは、このスタイルを取ります。より正確に抜くことができるので、この縦のボーアローと横のボーアローっていうのを使い分けるというか、その場合によっていろいろと使い分けていくと、よりもっと釣れるような形になると思います。あとはこのボーアローキャストは、まあ、このマイクロベイトのパターンの釣り以外でもとても効果的な釣りです。なぜかというと、いわゆる上半身の動きがオーバーヘッドだとかサイドハイハンドに比べて極めて小さいよね。バスは瞬間的なこの動きが小さければ小さいほど警戒心が高まらない。いわゆるその警戒心を高めないキャスト。としてのボーアローっていう使い方もあるので、ぜひ皆さんもこのキャストを覚えていただいて、いろんな釣りに使っていただければと思います。